サムラ塾のことです。今日はですね、今久慈浜海岸に来たんですけど、真っ暗ですね。もうこんな感じに何も見えないですね。はい、ということですからね、まあ、今日は、このままね、まあ、お話をして、まあ、終了という形にしていきたいと思いますけど、ちょっとですね、ということで、まあ、今日はですね、まあ、久々のっていうかね、まあ、丸一日、空いた日に、ね、なりましたけども、まあ、明日、次の日曜日ですね、11月の25日ですかね、うん、の、まあ、前傾簿記のね、まあ、予習研究をですね、していくんでね、これから。まあ、その中日になっておりますね。で、昨日ね、出版、社ですね、セルバ出版さんの方に行きまして、まあ、午前中にですね、まあ、原稿を、紙ベースの原稿を渡しに行き、で、まあ、ちょっとチェックをね、入れましたけども、まあ、あとはゲラというですね、まあ、要するに下書きですかね、本の下書き、それを作成して、で、まあ、セルバ出版さんの方がね、それを完成したら、まあ、僕の方に送ってきて、で、まあいろいろね、あとは構成作業に入っていくと、ね、まあ、ここちょっと行数少ないから増やしてくるとか、広告行数多いからちょっと削ってくるとかですね、まあ、そういった、ゲラ、構成というやつですね、うん、まあ、それをやっていくという段階になりましたね。はい、まあ、12月の20日、に確か22だと思うんですけどね、に今発売予定と、ね、いうことで、まあ、着々と、進んで、おりますけどね、まあ、ブログとかフェイスブックの方にも書きましたけども、まあ、僕のね、販売戦略、がありまして、独自のね、販売戦略がありまして、まあ、それをね、ちょっと社長の方に、プレゼンをしましたらね、まあ、ぜひ面白いから、やってくれよと、ね、いうことになりましたんでね、まあ、それはちょっと1月からね、僕独自の、その販売戦略ね、まあ、それを実行していきますね。で、まあ、狙いとしましてはね、まあ、その戦略ね、ちょっとまだ言えませんけど、その戦略をね、まあ、実行して、本がね、結構売れましたらね、まあ、それをね、ちょっとまあ、スタンダードにしていきたいと。まあ、つまり、これから本書きたいと、ね、いう人がいたらですね、その販売戦略で、をくっつけてね、やっていくと、まあ、本が売れやすいですよというね、まあ、そういった、まあ、ラインですよね。ノウハウですかね。それをちょっと構築できたらなと、ね、いうことで、まずは僕がお試しでね、テストマーケティングで、ちょっと実行してですね、まあ、その方法で本が売れるのかと、ね、いう、そういったですね、ちょっとテストをしていきたいと、ね、いうふうに思いましてね、それをプレゼンしました。ね、まあ、本当にね、まあ、そういうふうにこう考える人で今までいないみたいな、ね、そういうツールはあることは知ってたけども、そういった本の売り方をね、しようとしてる人は、まあ、初めて見たというふうに、言われましてね。うん、まあ、ちょっと実行する価値はあるな、というふうに思いましたね。はい。まあ、それをやってね、まあ、本当にそれでうまくいったらね、もうアドバンテージ取れますからね。これから著者になろうとする人、もしくは、今現在も著者の人のですね、新しい、まあ、本の売り方というね、まあ、ノウハウですね。それを作っていけたらな、というふうに思っておりますね。あとはね、まあ、午後は、久野さんの方からね、ご紹介がありました、まあ、セミナーの方にね、午後は行ってきたんですけどね、そちらの方で、またね、新たな出会いとかもね、ありましたんで、また先ほどね、手書きの、はがきですね、まあ、ちょっと今回は枚数多かったんでね、ちょっと当てなしか手書きとね、筆文字で書けなかったんですけど、内容名はね、ちょっとプリントさせていただいて、まあ、最後に一言だけはね、ちょっと手書きで書きましたけど、それをね、先ほど完成してね、まあ、ポストに投函してきてと、ね、いうことになりますね。まあ、ずっとちょっとね、やってましたんでね、結構時間経っちゃってね、久慈浜海岸に、ね、早めに来ようと思ったんですけどね、ちょっと夕方になっちゃいましたね。うん、まあ、しょうがないですね。うん、まあ、確実にね、武田先生の本を読んで、俺はがきね、これはもう必ず実行してますからね、今回も、実行して、まあ、9年目ですね、うん、それをやりました、ね、
まあ、ただ最近は Facebook とかね、されてる方が多いですからね、Facebook でね、まあ、友達申請したりですね、まあ、メッセージ送ったりとかしてね、やりましたんで、それもね、まあ、いろいろ作業やっとったら、あ、そうですね、まあ、こんな時間になっちゃいましたね。はい、ということでね、まあ、今日はこれから予習研究をやってですね、明日からね、また対策講座作りましたんでね、全県向けのね、それをやって、25日までまた走り切ってですね、うん、まあ、26日からですね、ようやくちょっとボケとね、少しできる時間が持てるかなというところですね。まあ、そこでちょっとね、改めて、来年度の経営戦略ですね、それを、考えている最中なんで、それをまた詰めていってですね、うん、やっていこうというふうには思ってます。はい、まあ、いよいよね、本の出版も決まりですね、まあ、原稿も出来上がり、あとはゲラ構成だけと、ね、いう状況になりましてね、まあ、いよいよ、まあ、著者デビューと、ね、いうところの間近になりましたんでね、うん、まあ、こうなかなかね、20年来の夢ロマンということでやってきましたけども、まあ、実感がね、なかなかまだね、湧いては来てませんけどね、まだ本屋さんに本なら出ませんからね、湧いては来てませんけどもね、まあ、でも徐々にね、こう夢ロマンにね、近づいてってるっていう、まあ、実感だけはありますね。うん、まあ、これでね、まあ、どっか、こけてね、まあ、取り消しみたいな、ね、感じになったとしてもね、まあ、またね、別に、ここまでのね、道のりっていうのはもう分かりましたんでね、うん、だから別にいいかなと。まあ、自分ができるところ全力で全部やりきればね、あとはね、もう自分で結果ね、コントロールできないところはもう手放してですね、待つしかないですからね、うん、まあ、全力尽くせばいいんですよ、自分がね、そういった考え方でね、やってますんでね、うん、だからあんまりこう何が起こってもね、まあ、動揺は確かにしますけど、まあその後のね、気持ちっていうのは本当に切り替わるのが早くなりましたね、うん、まあ、これもやっぱ辻先生のね、あのワークショップを受けて、フロー理論っていうね、ものをまあ学習してね、体感して、シェアしてね、やってるからでしょうね。本当にそう思いますね。うん、だから、辻先生のね、あのワークショップも行ってよかったなというふうに本当に思ってますね、今年はね。うん、まあ、行く予定はなかったんですけどね、今年はね、まあ、いつかは行こうとは思ってましたけど、今年は行く予定はなかったんですけど、まあ、急遽ね、ある出来事が起こりましたんで、まあ、行ってきたんですけど、本当に結果的にね、振り返ってみたらよかったですね。やっぱりメンタルね、が重要ですね、うん、何やるにしても簿記受験以外にもですね、うん、どういうことでね、そんな判断をね、まあ、振り返りながらね、ちょっと今日は、少しだけ、まあ、ボケと、ね、する時間がありますんでね、まあ、ちょっと九時半海岸に来てね、今経営戦略をねちょっと練って、またスケッチブックでね書きながら、ね、やってますね、うん、はい、ということで、ね、夢の番、ね、いよいよ、近づいて、まいりました、ね、この動画をね、見てる方もね、何らかの、まあ、夢の番がね、あると思います、ね、まあこれからねやりたいなと、まあ、今現在着手してる夢の番ね、あるかもしれませんし、もう完全にね、もうちょっとやる前から自分はダメだと、どうせできねえなと、ね、いうことで諦めちゃってる夢ロマンもあるでしょうね、うん、でも結局ね、夢ロマンっていうのは、もう自分がね、まあ、できると、できるかどうかわかんないけど、まあ、やってみると、ね、そういった気持ちでね、こう前進していく過程で、少しずつこう見えてきますね、うん、だからまあ本当にね、去年は動画、1500動画ですね、目標立てて、まあ、達成し、今年は商業出版、目標立てて、達成しと、ね、いうことでね、着実に1個夢がね、1個1個、実現してるんですけど、やっぱり、一点集中撃破主義と、ね、いうことで、一つ一つですね、自分で設定して、誰が決めたわけでもない、自分が設定して、目標はですね、でそれに着実に向かっていくと、ね、そういったまあ人生ですね、歩んでいけばね、やっぱり日々ね、一日一日がやっぱ充実をこうしていくと、どんな一日になったとしても、まあ、結果的に充実するというですね、そういった、自分の心は自分で決めるというね、まあ、そういった人生の送り方がやっぱり一番、幸せやなというところがね、本当に実感しておりますね。はい、ということでね、今日は、またねちょっとポケットして、夢ロマンに、ね、一歩ずつ、近づいていく一日にね、していこうというふうに思います。はい、では以上です。